幸せやなこの生活。部活は本当にクソだったな。これ何やっと、うわぁ、この時間ってこんなんやったの。もしもし、あのさ、俺言ったよな。部活は1ヶ月オフにしますって。だから今日練習ないよ。は？全員グラウンドに来てる。知らねえよ。俺昨日の練習行ったから1ヶ月オフだっつって。バカ。1ヶ月オフ！かけてくんな電話。バカ。はは、面白い。ほんまにこれが一番の生活やな。ぐーたらピースか。あ、タブラに電話するか。あ、タブラ。おつ。いやいや、昨日さ、お前とさ、一晩飲んで。いや、俺ね、気づかされたよ。うん。いや、毎日毎日さ、安月給で、少ねえ金なのに、部活見てさ、バカみてえだなって思って。いや、お前の話聞いてて俺やっぱ思ったよ。ちょっと俺これあかんなと思って、すぐもうオフにした。1ヶ月オフにしたよ。でも今ね、テレビ見て家でぐーたらしとるから、お前と同じく。あ、俺んちかね？いや、全然、ウェルカムトゥー、ウェルカムーだよ。いやいや、奥さんも、いや、子供もおらんし、全然来ていいよ。じゃあ、オッケーオッケー、住所だけ送ったからすぐ来てな。よし。うめえなぁ。お、危ない危ない。あ、危ない。あ、来た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 。あ、いいよ。